どうやってヒロミにたどり着くの？ビルの図面から考えてある。全フロアじゃないけど、自宅周りは把握済み。整備フロアを通るのが一番良さそう。そこから侵入できる。それじゃあ始める。作戦開始。Yo, yo, yo, my tumors, shroomers, and fumers, Mr. White is here! Drop that milk toast tumor and rush to the nearest store for a taste of sweet, 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 cause life is too short to be slow. Rail. それから、みんな配置についたの？トムとロキシーはクラウドについてるはず。マイコの合図で動く。クラウドは二人に任せて、あなたはヒロミのとこへ。まずはペントハウスに侵入しないと。わかった。すぐに向かう。エレベーターは逆側よ。気をつけてね。オーギアティック！オープレジャー！
from Whole Foods. Provides 330% of recommended daily volume. クラウドに入った。中にいる。担当はどうなってる?私がしたのか?トムの上に行く。バッチリだ。 警備室前の監視カメラのところに向かって。ここまで来るのに随分手間取ったじゃない。こいつらがバーチャにジャックインしてなかったら今頃ゲームオーバーよ。どううまくやったってこいつは何かしらケチをつけてくるぜ。可愛げのない女だ。さっさと終わりにしない。どうして3人いるの？アイコはどういうつもり？ こいつがターゲットのヒロミ佐藤。後の二人は本日の大事なお客様。この二人の目の前でヒロミには自分の小便にまみれて死んでもらうの。こんなのは聞いてない。おい、俺を見てみろ。人はちっとも驚いてない時こういう顔になる。私はクローズをよく知ってる。力と冷酷さが何よりものを言うの。 これが最善の方法よ。マイコ、これから二人を起こす。気分の悪い目覚めになるでしょうね。ショーの後に別のショーが始まるってわけ、きっと脳裏に焼き付くわ。分かった、やってみる。二人を起こして。まあ、エブリンとは違うが。待て、どうなってる。こいつは誰だ。 ヒロミ佐藤の時代はもう終わったの。ここにいるのは前にもクラウドの客を痛めつけた傭兵。オズワルド・フォレストを殺し、そして今度はヒロミの自宅にも侵入してみせた。それだけじゃない、ヒロミが無能なおかげで今店はこんな事態になってるの。の？どういうことだ。私は長い間ヒロミのうんざりするような無能ぶりを見てきたわ。でもここまで来ると もはや彼が役立たずなのは明らかでしょ。リー、マイコは何をしてるの？クラウドにはリストラが必要よ。待ってマイコ、話が飛躍しすぎよ。意思の統一が図れてないようだな。早く始末して、そのために来たんでしょ。おしゃべりはもういい。さっさと始めよう。お前はもう終わりだ。 触らないで。
何者だ。どうなるっていうの？連中は必ず報復に出る。クラウドはきっと破滅するわよ。そうとは限らないでしょう。今回の犠牲に懲りてクローズは手を引くかも。連中はミリテクの CEO 以上に損得感情がしっかりしてるから。リジーズバーだって手放したんだから、次はクラウドが解放される番なんじゃない？もう諦めることね、マイコ。出てって、今すぐに。よし、脱出して。出口はそこから下の階にある。出たらエレベーターを探して。トムとロキシーは無事に脱出した。追ってもいない。早く気づくべきだった。あの女はきっと最初から私たちを裏切るつもりだったのよ。私ってなんてバカ。マイコが何を企んでたかなんてもう関係ない。クラウドはドールたちのものになった。大事なのはそこよ。そうね、目的は達成できた。あなたのおかげよ。ありがとう。じゃあまたね。じゃあね、ジュディ。素敵な気候を楽しんでいますか？ナイトシティの今月の平均気温は安全レベル内で推移しています。うまくいくとは思えない。分かってるでしょ。もちろんあなたが決めることだけど、企業の方が良かった、うん、世間話しない。他のやつを探してくれ。
んだよ。もうちょっとの準備はいい？来たんだね。もうちょっと待って。システムにアイスが残ってないかキャロルが調べてくれてる。コープはまだなくし物を探しに来てないの？いや、どうやら連中にバレずに済んだみたいだな。例のロゴ入りのトラックをラフェンのキャンプの近くに捨ててきたんだ。言うなればイルの糞が詰まった袋を他人の玄関口に置いてったようなもんだ。金曜戦争の時代にタイムスリップしたかのような仕上がりだ。嫌いじゃねえ。すべて問題ない。綺麗な女。こういうのずっと乗ってみたかったんだ。金曜戦争の時はそうやって若いのが進んでホイホイ前線に出て行ったんだ。ちょろいもんだろ。テックを見せるだけでいい。ほら乗って。準備できたよ。さてと、始めるよ。覚悟はいい？なんでよ。もしかして試運転もまだだったの？必要なら人を呼んで。大丈夫だから。ちょっと待って。ミッチとボブが頑張ってくれた。どう思う？棺桶って呼ばれる理由が分かったよ。座ってるだけで操縦できる。ジャックインさえすればね。操縦桿とかボタンとかはない。信号が大脳皮質に直接伝わるから、バシリスクが体の一部になるって感じ。いわば一心同体ね。そんだけハイテクなんだったら副操縦士なんて必要ないんじゃない？キャンプからもう少し離れたら教える。そこで練習よ。こいつの戦闘力を最大限に引き出すには感覚の過負荷対策で2人目が必要になる。操縦と火器管制を分けるってわけ。一度やったら病みつきになるよ。よし、ここでいいか。まずは試運転ね。ひとまず任せる。操縦は二人いるんじゃ。火器管制は不要でしょ。準備はいい？パナム、これって大丈夫なの？神経を同期してるんだよ。我慢してすぐに終わるから。ほらね。なるほど、言ってた意味が分かってきた。練習して。私は見てないから大丈夫。ターンさせてみて。ここでも。もっといろいろ試してみたそうね。風力タービンの方に向かって。私の指示通り車体を左右に動かしてみて。わかった。左、その調子。そのまま続けて。
ばないで。バシリスクはあくまで輸送艇なんだから満足できるとは思うけど。じゃあそこの残骸をぶっ飛ばして。クランの一員だ。それぞれがクランにとって何が最善かを考えなきゃ。
どうなってんの。もうスピードで迫ってくる列車をギリギリで避けた気分。危なかったね。 B がいなかったらきっとみんな死んでた。何言ってんの。バシリスコはさすがだった。真面目に聞いて。敵をこっぱみじに。あれでカルドスのみんなが感謝してる。ちょっと私たちはいつでもあんたの味方だよ。それは頼もしいね。これで列車も超えただろうな。何人殺したんだ。それより誰もいないね。ちょうどいい。ビール、レモネード。After making waves in Tokyo, Sydney, and Paris, their next stop is on your doorstep. Night City, expect the unexpected. Beer で。Happy end に。終わってみると寂しいもんね。私もでもさ、これでお別れだなんて誰も言ってない。 B、 ほら周りを見なよ。みんなで暮らしてみない。それはどういう意味。このままキャンプに残ってよ。私もそうしたいと思ってる。どうせデモが続くんでしょ。でも今は無理なの。先にやらなきゃいけないことがある。ごめんビー、こんなことを言うタイミングじゃなかったね。私はただ、いや今のは忘れて。考えておくよ、約束する。パナム、私…ビー、大丈夫よ。落ち着いて。気分はどう。ここは…ここはどこ。突然気を失ったから一緒に連れてきたんだよ。どこに。キャンプを移動させた。大丈夫、ここなら安全だから。おいおい、B。 B、 何が起きてるのか話して。血も出てたし、何時間も気絶してた。大丈夫なの。パナム、私日に日に悪化してて。落ち着いて B、 ゆっくりでいいから。一体何が起きてるのかちゃんと説明してよ。ジョニー・シルバーハンドを知ってる。曲なら聞いたことがあるけど。でもなんで。それが原因。ジョニーが私の頭の中で生きてるの。はい。頭の中って、それは何かの例えで言ってるわけ。長い話よ。仕事でヘマをして、気づいたらあいつの人格コンストラクトが私の頭に入ってた。嘘でしょ。まあ向こうも不満らしいけど、共存はどうも無理みたいで、症状がどんどん悪化してる。本気で言ってるんだね。今はなんとか生き延びようとしてる。体には悪影響が出てるみたいだけど。もう行くよ。だいぶマシになったから。待って、一緒に行く。声がしたと思ったんだ。ミッチ、やっと起きたか。心配したぞ。車は俺が見といたからな。あそこにある。だがすぐに出てくわけじゃないんだろ。大丈夫なのか。ありがとう、
だけどもう行かないと。まだフラフラしてるじゃねえか。気をつけるんだぞ。忘れないよう、もう一度言っておく。困った時はアルデカルドスが力になるからな。珍しく意見が一致したね。助けが必要な時はいつでも来てくれ。一緒に歩こうか。この近辺は昔使ってたから知ってるんだ。本当に安全なの？ひとまずはね。ミリテクもここまでは来ない。見晴らしが効く点も申し分ないよ。聖者の世界によくぞ戻った。よう、眠れる美女がお目覚めか。とはいえ、ここはあくまで仮の拠点。全部その場しのぎさ。次の動きを早く決めないといけない。いつまで突っ立ってる気？正直まだ事態が飲み込めてないし、分かったふりをするつもりもない。でも私に何かできることはないの？正直私にも分からない。でも何か手があるはずだ。誰かに。ヘルマンを覚えてる？あいつはコンストラクトの開発者だったの。それで奴を追ってたのか。でも解決にはつながらなかった。だから次の手を考えないと。きっと方法は見つかる。そしたら知らせて。力になるから。ファミリーみんながあんたの味方だよ。ソウルも言ってたでしょ。ありがとうパナム。ジョニーがデートに誘いたがってるけど、どう？ジョニーが？それともあんたが？ジョニーよ。私たちを見分けるのは簡単だって言ってたでしょ。わかった。どこ行くの？どこに行きたい？落ち着いてもう一度言ってくれ。ノースオークのシルバーピクセルクラウド。うん。わかった。
後でアフターライフに向かいに行く。まあそんなに悪くないだろう。褒めてるつもり？いつもと違うから。やり直し。3回くらいあれば気の利いたセリフが出てくるだろう。ローグ、準備はいい？まだ。いける？ジョニーはどこ？やっぱりすっぽかすのかい。後で来る。あいつを尻に敷いてるんだな。歳の割にやるじゃない。行こう。シルバーピクセルはあんたのお気に入り？前はね、もうずっと言ってない。ドライブ認識は随分時代遅れだけど、シルバーピクセルだけはまだ残ってる。デートに最高の場所ね。だろ？だからジョニーに連れてってって言ったんだよ、大昔にね。あいつの案じゃなかったんだ。まさか、あいつのデートプランなんて荒坂のビルバカぐらいな。教えない。本当って？ジョニーがやることにはいつだって裏がある。今回は何が目的なんだ？ジョニーは変わったの。あんたと一緒にいたいだけよ。騙すつもりも下心もない。ふん。ちょっと考えててね。無視無欲のジョニーにあんたがいい影響を与えてんのかな。ついた。
しばらく経つからね。完全に潰れちまったか。 B、 中に入る。閉まってても関係ない。私たちに任せといて。いいよ、やってみな。私は見てる。閉まってても関係ない。私たちに任せといて。いいよ、やってみな。私は見てる。よし、これがパスワードね。本当に？じゃ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 ーん。よし、行けそう。よくやった。転写機を回してみな。私は席を選んでおく。わかった。よし、映写機を調べに行こう。入り口はこっちだ。これは武士道展フェードアウト。映写機らしいのを見つけた。動かし方はお前の方で何とかなるか。再生されたのは武士道展だ。完璧だな。どう見ても C 級映画でしょ。あのナッピー、ここはドライブインだぞ。内容なんて誰も気にしない。ちょっと女の裸が見れて血が吹き出りゃいいんだ。背景音みたいなもんさ。武士道の宣伝本かな。じゃあ B、 少し二人きりにしてくれ。二人とも楽しんで。
ことはしてやれない。前よりはマシだ。確かに昔はひどかったからな。今ならわかる。お前と一緒にいるとき、そのときだけは気取らない自分でいられたんだ。ジョニー、今日はここで。あんたの気持ちはわかる。でも私は変わったんだ。何の話かさっぱりわからないだろうね。それでいいんだよ。とにかく最後まで見よう。行かなかったみたいね。まあね、ドライブインで素敵な夜を楽しんでたはずが、急に怒って訳も教えてくれなかった。思い当たる節は？グレイソンと話してた時、あいつの様子が変だったろ。変というより、グレイソンの言葉に動揺してたというか、それが原因かも。探る必要がある。とりあえず脳倉庫へ頼む。それでローグのことが分かるの？いや、ケリーだ。着いたら話す。にしても映画はひでえもんだったな。仕事を片付けてくれる人間が必要なんや。厳重に警備された場所に盗聴器を仕込んでほしい。調査を送ったで。襲撃事件の発生からもうすぐ54年です。2023年ナイトシティに激震が走りました。アラサカ社ビルに仕掛けられた戦術核兵器がテロリストの手によって起爆されたのです。爆発では1万2000人が即死、また急性放射線症によりそこからさらに数千もの人々が命を落としました。この悲劇的な事件は同社の極端ともいえる帝国主義的傾向が引き金となったとも指摘されていますが、私たちの街に消えない爪痕を残しました。続いてワトソン地区の皆様に。この辺でいいだろう。
で、ここで何するつもり？ケリーが豪邸に住んでると聞いたんでな。大したもんだ。そんな話どこで聞いたの？街のあちこちさ。スクリームシートはあいつの話題で持ちきりだ。そういやお前はいなかったな。大騒ぎした夜のことね。それでケリーを訪ねる気？なあ、またとない機会だからな。で、私は家に押しかけて晩御飯の内容でも聞けばいいわけ？最近の記事によると、あいつは鬱で自殺未遂をしたらしい。本気で心配してるの？ここは一つ経験者が助言してやろうと思ってな。ジョニーとして生きたいってこと？また体を貸せって？そうだ、前回もお行儀よくしてただろう。ご褒美にもう一回多めに見てくれよ。分かった。でも何をする気か教えて。バカな真似はしないって。奴の様子を知りたいだけだ。どうやって自分だと伝えるの？もし本当に苦しんでるんだとしたら、下手に混乱させない方がいいんじゃない？ B、 あいつは常に何かしら悩んでた。だから俺たちはいろいろあっても何とかやれてたのさ。心配するな。ちゃんと様子を見てうまくやる。だがまずはあの家に潜り込まなきゃな。分かった。変わりたくなったら教えて。犯罪者め、接続するまで少し待ってくれ。誰だ？聞いたら驚くよ。はあ？よく聞こえ。また出直さない？行こう。せっかくヤツが家にいるんだ。ジュディ、元気？私は変わらずやってるよ。そっちは？ちょうどジュディのことを考えてた。たまたま？それともいつも私のこと考えてるとか？頭の中で悪口を言ってるだけかもよ。まあ、私のことを覚えててくれてよかった。実はお願いがあって。
ジュディといると退屈しないで済むね。あなたが退屈することなんてあるの？それはお互い様。前置きはこの辺にして。どうしたの？とりあえず必要なことだけ伝えるね。キリー、このミッションに銃はいらない。必要なのはウェットスーツだけ。じゃあ続けて。とりあえず必要なことだけ伝えるね。このミッションに銃はいらない。必要なのはウェットスーツだけ。面白そうだけど、ウェットスーツってのは？それは秘密。答え合わせは実際に来てみてお楽しみ。私の乗せ方分かってるじゃない。その方が面白いでしょ。一応高級品なんだろうが、にしても何なんだこの趣味の悪さは。その話乗った。言っとくけど、ウェットスーツを着た私はすごいよ。まるでモデルルームみたいな部屋だな。見るまで信じないから。ケリーはこんなの選ばねえ。ランチョコロナドの先にあるダムは外で食ってたからな。ええ、知ってるけど。湖のほとりに小さなバンガローがある。日が沈む頃そこで会いましょう。つまりこれはデートのお誘いってこと？答えは行けばわかるとだけ言っとく。じゃあレビー。あいつはここに座って揃えたガラクタをめでてるのかね。使ってんのはこれだけじゃねえのか？見ろよ、侍のさなぎから蝶になったケリーが羽ばたこうとしてる。車のセンスは悪くないな。しかも一人だ。こいつは助かった。よし、ここから先は俺に任せておけ。ミスティの薬を飲むんだ。ほら。分かった。
じゃないまともに弾けるやつを見つけてやるか。冗談だ。そうだ、シルバーハンドは死ぬ前に俺に何と言った？二度とビビンナだったよな。ビビンのやめたか。ジョニー・シルバーハンド、なバカな、どうやって？サプライズだ、このクソ野郎。俺が来るとは思ってなかったよな。その逆だ。この瞬間を50年待ちわびてたんだ。しかし変わったな。胸もついてるし、そういうのが趣味になったのか。お前も成功したみたいだな。本当にジョニーなんだな。クソ、酒がいる。で、どういうことか教えろよ。なんでアフターライフのコソドロパンクみたいな格好してるんだ。リーダー、仲良くしてやってくれ。叫んな、ジョニー。何も説明しない気かよ。いい家だ。大して見てないだろう。4枚目のアルバムの後に買ったんだ。売れてるらしいじゃないか。うるせえよ、ジョニー。からかうな。どこと契約してる？あらさかに決まってるだろ。昼は奴らのスタジオで収録、夜はヨリノムが来てご近所同士のバーベキューだ。で、本当はどこと契約してるんだ？ MSM レコード。こりゃまた大手だな。まあ、とにかく座れよ。今までどこにいたんだ？長い話だ、覚悟しろ。こんだけ長い間待たされたんだ。どうせなら死ぬほど悲劇的なやつを期待してるぜ。もしお前がノーマッドなんかと一緒に広々とした道を爆走してたとか、軌道ステーションでのんびり暮らしてて、ふと思いつきで俺の人生をぶち壊しに来たとかなら、俺は正気をなくしちまうからな。聞いたら泣くかもしれねえぞ。これこれ、覚えてるか？ヘンリーがシラフだった唯一の時だ。シャキッとしてたよな。ああ、演奏は最悪だったな。デニーは喜んでたろ。みんなと連絡取ってるか？ナンシーだけだ。あいつは今、ベサイシスって名前でN54 ニュースに勤めてる。会いたいならデニーやヘンリーも探せるぜ。久々に集まるか？一曲やるとかさ。侍を復活させたいのか？さあ、誰にも見られねえ場所で一度ライブをやるくらいなら構わないです。ほら、俺にもイメージってもんがあるからさ。わかった、一丁やるか。へっ、よっしゃ。じゃあ、お前にナンシーの番号を送る。ヘニーとデニーは俺に任しとけ。ああ、俺がいないときは B が相手になる。構わねえが、そいつと仲いいのか？最近はそうでもない。それでも切っても切れない縁でな。どうやって？ジョニー、大丈夫か？
全然。ああ、お前が B か。まさにジョニーが言った通りだな。同窓会は楽しめた？なんだよ、俺は別に悪いことはしてねえぞ。まあ、とりあえずじっとして休んだ方がいい。何も心配はいらない。ライブをやるって？聞いてたのか。薬が切れかけてたからね。で、侍を生で見たいだろう。こんな機会は二度とないぞ。分かった、ナンシーに連絡する。そう来なくちゃ。ナンシーじゃなくてベスアイシス。いいえ、ろくな給料ももらってなきゃ感謝もされない N54 ニュースのアシスタントスティーブンです。ご用件は？ベスと話したい。今はいません。ケリー・ユーロダインの家からかけてるんだけど。ああ、でもいないものはいないので、2日前までには戻るはずでした。当店探知にメールストロームの取材に行ったんです。来週かけ直してください。ニュースで見かけなければね。何かあったら僕が真っ先にレポートするんで。 B、 嫌な予感がする。当店探知に行くしかなさそうだな。ストロームからサイバーサイコが出た。お願い、何としても生け捕りにして。発症に関係なく元から危険な連中よ。くれぐれも慎重にね。B、 当店探知から叫び声が聞こえるらしいの。まあそれはいつものことなんだけど。よかっただろ。今回はバンドのリハーサルじゃないかもしれない。もっと不吉なことが起きてる可能性もある。面倒なことになってないといいが、当店探知なんか取材するバカがどこにいる。ナンシーくらいだ。ほら、上に行こうぜ。その格好いいね。ミニマリストか。俺も昔はそんなだったぜ。あんたも行くの？よかった。3階だ。こっちは指がしびれててよ。
それと。パトリシアのせいね。侍のことよ。後で話す。
んでだ。遅すぎでしょう。ガス抜きにしてやる。場所にまだあるといいけど。本当の目的は何だったの？同点ダンスの音楽を特集したかったのよ。それじゃあパトリシアが疑うのも無理ないね。もう嘘でしょ。まだマシな方よ。記念になるじゃない。何が記念よ。私は編集室に戻るけど、話も聞きたいし、あなたも一緒に来て。すげえおんぼろだな。途中で事故らなきゃ。始めようぜ。
キャリーの用事って何？侍を復活させたいんだって。一夜限りね。シルバーハンドなしで侍は成立しない。私が引く。あなたが。シルバーハンドはいつだって不可能を可能にしてたでしょ。大丈夫、任せて。まあテリーが賛成なら。私のメリットは？命を救ってあげたでしょ。何かネタが取れるまで待ってくれてもよかったのに。あの女、妄想癖がひどすぎる。ロイスとかいうのがボスの頃に来ればよかったわね。それならもっとヤバいことになってたよ。着いたわ、降りて。どうも。で、ライブは？全部任せてって伝えて。また連絡する。ええ、わかった。うまくいったな。ケリーに連絡だ。Enjoy the weather.Average temperatures this month in Night City have remained within human safety levels.構成施設から引きずり出したんだ。こいつは偶然なんだから。ヘンリーはデニーがずっとナイトシティにいたって知らなかったらしい。だから早速サプライズで会いに行くそうだ。ついでにみんなで集まることになった。みんなって私も？一緒に演奏するんだろう。だったらまずは顔合わせだ。ナイトシティ住所は最も低いとご存知ですか？新鮮な空気をノースウォークで。
中の家にトラックで突っ込んだってとこか。相変わらず発想がぶっ飛んでんな。中にいるかも、インターカムを鳴らせよ。いないようだな。周りを探してみるか。が分からなくなったら助けが必要だもんね。ケリーの使いよ。ライブの話で来た。ライブ？ケリーからそんな話聞いてないわよ。一夜限りで侍を復活させるの。だから昔の仲間を集めようってわけ？いい話だけどお断りよ。このクソ野郎と一緒にやるなんて。デニー、この男が降りないなら私が降りる。それだけよ。どんな具合だ？最悪だ。俺が出るならデニーは出ねえってよ。もう話はまとまってたってのに。なるほど、ケリーからギャラをもらうって話なのね。くったらない。もういいから、さっさとこの男を連れ出してうちの庭から消えて。選べってのかよ。何があったのか誰か教えてくれない？見えないの？そいつがプールをダメにしたのよ。何か理由があったんじゃ。はっ、なわけないでしょ。どうしてこんなイカれたことしたの？ケリーがデニーも誘おうとしてたのは知ってるでしょ。これで水に流そうって。どちらか一人選ぶとしたらデニーね。ケリー、嘘だろ。騒ぎを大きくしたのはデニーで俺じゃない。気持ちはわかるが。知るか、くたばれケリー。シルバーハンドがここにいなくてよかったね。ほら、早く出てって。さてと、ところでナンシーは？連絡済みだ。ライブをセッティングしてくれてる。じゃ、会場でな。ああ、片付けてくれる業者を探さなきゃ。ケリーとは話した？気が変わったりはしてない？いいえ、全然。むしろ相当気合が入ってた。あんなケリー、シルバーハンドの頃以来だわ。ヘンリーはどう？やっぱり来そうにない？聞いてもない。あのバカに関わるのは時間の無駄だもの。それじゃ、また今夜。あなたが使うギターだけど、バッチリ用意しといたから。Thank you.
お母さん、気分は。暴れするか。来たわ。こいつはカットスロートのドラウシンだ。なあ、侍の大ファンなんだ。あんたもか。一緒にやれるなんて夢にも。落ち着けチューマン。死んだものはお前だけじゃない。スターと話したけ俺と話せ。あとそのプレーを何とかしろ。なんて俺の方がブルってたりしてな。じゃあ行くぜ。Hear the wish of
the oppressed, to at least get to be oppressing style. しなきゃって お前や俺自身だ。だが蓋を開けてみたらよ、そのただひたすら楽しかったんだ。いつかまたやるか。いや、いいんだ、もう十分だ。それならほら、持ってけ。記念にな。本気か。俺はもうお前としかやらない。だからいいんだ。気持ちはありがたいが、俺はまだやるつもりだ。新曲を聴かせ、ジョニー。あいつは言ったのか。ええ、まだ聞こえてるけど。そうか。だがオカルト地味た真似をしてまで話すのはもうこの辺でやめとこう。よければこいつをもらってくれ。別に気にしなくていいの。うちに押し込んできた時、それでジョニーを撃つところだ。ジョニーじゃなくて私でしょ。ね、その少し前には。いや、それはいいか。さて、ああ、一眠りして起きたら50年経ってたみたいな気分だな。仕事に戻るか。じゃあラビー、また連絡する。どうだ、悪くなかっただろう。ケイリーのやつもう行ったのか。随分と急いでたみたいね。今頃新しい曲を書いてるかもな。彼を立ち直らせる、それが狙いでしょ。あそこまで元気になるとは。ジョニー、もう離れないでくれ。お前なしじゃ生きていけないって。そうなりゃ扱いやすくなるだろう。お願いはこれで最後にしてよ。ああ、じゃあやるべきことに戻るか。まずは
お前が決めることだ。行きましょう。ミスしたい。All night, every day. あら、くそ。¡Ey, ten cuidado!
リー、元気そうね。あれだけのことがあったにしてはでしょ。今日は辛気臭い話はなし。いい？で、何をするのか教えてくれる？バーチャの取り方について試行錯誤してたんだけど、二人のアクターの体験を同時に記録する方法を編み出したの。あなたが良ければそれを試せないかと思って。どうやって別々の神経トラックをミックスするの？最初は2つの別々のデータストリームから1つの感覚プロフィールを作ろうとしたの。でもうまくいかなくて。相互干渉でホワイトノイズだらけになりそうだもんね。そう、なんか前衛アートみたいな仕上がりになっちゃって。でも何度かトライするうちに特定の感覚を個別に隔離する方法が分かったの。それを別の神経トラックに置いとけば干渉を回避できる。なるほどね。どこでもできそうな実験だけど、どうしてわざわざこの湖に？そもそもここは何なの？元は知り合いのコテージだったんだけど、使われてないからたまに勝手にお邪魔させてもらってるの。つまりここで撮るってわけ？いいえ、撮るのは水の中よ。ダメだ、絶対にお断りだ。他のお人よしに当たるよう言ってやれ。どう？やってみない？断る理由がない。そう来なくちゃ。それじゃあ早速始めよっか。機材はそこね。じゃあそのお尻をスーツにしまって。機材を取り付けるね。ウェットスーツよく似合ってるよ。マックスタックの制服も結構似合うんだ。へえ、そんなの持ってるんだ。まあね、かけで手に入れたの。クローゼットの肥やしになってるけど、機会があれば。え？楽しみが一つ増えた。さあ始めましょう。いざ極寒の水の底へ。オッケー、準備完了。お先にどうぞ。すぐ後ろにいてね。早く潜りすぎないよう注意して。どこまで潜る予定なの？湖底から半分くらい上までね。真っ暗だけど流れは穏やかだから安全だはず。正確な座標が欲しい？大丈夫、ジュリーにくっついてくから。わかった。バーチャはエディを稼ぐ手段だけじゃないみたいね。そうね、絵や歌を考えてみて。見た人や聞いた人の感情を揺り動かすものでしょう。一般的に芸術ってのはそういうものじゃない？そうね、芸術は感情を引き起こす器みたいなもんだけど、ビリーはほとんど感情そのものなのよ。センサーが刺激を受けてるのは否定できないね。そんなにいいお尻してたんだ。あんまり興奮
奮しないで。酸素の量は限られてるよ。モーションの調整は完了っと。私の方に来て。次は音声のチェック。ハミングするからタイトルを答えて。いい？それ知ってる。エッタ・ソレンティーノのオンリーユー。感傷的な曲は趣味じゃないんだけど、なんだか近頃頭を離れなくて。よし、こんなとこね。これで同期完了。次は？じゃあいよいよサプライズの時間ね。行くよ。これを掴んで離さないで。出発。ゆかりがあるってこと？正解。私はここで育ったの。ラグーナベンドが地図から消えて以来初めて来た。最高じゃない。やりましょう。今まで何度もここに帰ってきた時のことを想像した。でも覚悟を決めるのに何年もかかっちゃった。どうして来れなかったの？いい質問ね。あんまり時間を取れなくて、機材の準備に戸惑ってたってのも確かなんだけど、本音を言うとここに来るべきじゃないような気がして。それと一人で来たくなかったってのもある。適当な相手ともね。一番にして唯一のレストランよ。ハンバーガーはでかい上に脂っこくてイマイチだったけど、ま、今だからそう言えるんだけどね。当時ここでの食事は最高のごちそうだった。そしてその隣は私の家。祖父母と一緒に住んでたの。他のとこも見たくなったら行ってね。何か見つけた。古いカメラみたい。 BPI350 骨董品ね。いいもの？もちろん最高よ。こんなとこに額入りの写真。きっとどこかの家から流されてきたのよ。気になることでも？ いえ、特には。
できるって。俺と付き合ってくれると。ごめん、呼ばれてるから。もう行くね。ジュディが持ってなよ。ここで藻にまみれてるよりいいでしょ。本当にありがとう。そろそろ次に行きましょう。了解船長、ついてきて。何か探してるものでもあるの？うん、でも少し見て回って雰囲気を味わうのもいいじゃん。まるで時間から取り残された場所にいるみたい。見終わったら別のところに行きましょう。傘より水中にあるのが似合わないものってなかなかないよね。水のボトルとか。やるじゃん、ジュディ。もっと他も見てみたい。オッケー、見せたいものがある。ここを泳いでるなんてすごく変な感じ。子供の頃は足を地面につけて走り回ってたわけだしね。私には想像できない。教会は全然変わってない。昔から古びてて、まるで宇宙から降ってきたみたいだった。鐘にひびが入っててね、それが鳴るとすっごい不気味な音がしたの。変ね、さっきまでそんなことを忘れてたのに今にも聞こえてきそう。どういうわけか私にもその鐘の音が聞こえる気がする。マジで？それって私の記憶の中の音だよね。副作用か。ああ、閉まってる。残念。他に入る方法があるかも。探してみて。教会が好きだったの？別にちゃんと通ったことはないよ。大して気に留めてもなかったし、ただ風景の一部っていうか。ラグーナベンドが水の底に沈むって分かってからは。入り口を見つけた。ここから安全に入れそう。今行く。誰もいない時に忍び込んだことがあるの。祭壇に立ってここからみんなを眺める神父の気持ちを想像したっけ。当時は不思議に思ってたんだ。どうしてみんなの考えてることがわかるんだろうって。大声を出してどれだけ響くか確かめたな。声がよく聞こえないんだけど。変ね。こっちはなんともないけど、大丈夫？
かった。生きてるのね。どうやって私を引き上げたの？さあ、とにかく必死に引き上げただけ。ねえ、ちょっと気をつけて。じゃあ、私を助けてくれたんだね。ありがとう。だから毒まみれの湖にダイブするのはよしておけと言ったんだ。俺の忠告を無視しやがって。毒まみれ？今のって例のコンストラクト？声が聞こえたの？聞こえたってわけじゃない。私のともあなたのとも言い切れない思考が頭に浮かんだっていうか。彼の言うことは無視して、なんというか複雑な関係なの。まあ好きにしてくれ。町に戻るのは待った方がいいね。私も疲れてるし、運転なんてしたくない。今日はこのまま泊まってかない？泊まるってどこに？湖畔でキャンプでもする気？いいえ、あそこコテージに泊まるの。どう？そうね、そうしましょう。誰のコテージなの？持ち主を知ってるんでしょ？近所の男がラグーナからの退去を拒否してね。結局警察に家から引きずり出されたんだ。その後できるだけ湖に近いここに家を建てたんだけど、病気になって。当時の水は今よりずっと有毒だったから。ミルクと砂糖をお願い。オールインってわけ？しまった、発電機を動かさないと。発電機があるの？ならジャグジーやフィンランド式サウナ。最低限水道は使える。私がやるよ。いいけど壊さないでよ。壊さないって。ところで、感情波トランスミッターが甘かったよ。何度かオーバーフローしそうになった。これでよし、スパの準備が整ったよ。ジュディ、よく聞こえなかったけど、何？どうかしたの？うん、なんでもない。エブリンのこと考えてた。クラウドはもうむちゃくちゃよ。タイガークローズの連中がヒロミの弔い合戦だって暴れ回ったの。トムが死んだ。ロクサーヌも重傷を負って、店は今閉鎖されてる。今は考えたくもない。言いたくなかったの。今日はただ二人で楽しみたくて。ごめん、疲れてて。
意味わかんないよね。私横になるね。疲れちゃった。そのモードに入ると人の話を聞かねえよな。もう喋るだけ無駄だ。さっさと寝ちまえ。ちょっと座ってよ。お待ちかねのコーヒーもどうぞ。おはよう。私ね、実は昨日ある決心をしたの。あなたを呼び出したのはお別れを言うため。そろそろナイトシティから離れようと思って。どういうこと？今すぐ町を出るっていうの？以前ドールに言われたのよ。私は戦わなきゃいけないって。その時は何のためにって思ったのを覚えてる。その答えがようやく分かった。友情や信頼のためだって。なのにいなくなるなんて。
別に絶縁するってわけじゃないんだからさ。手を出して、リはい、おめでとう。必要な時にいつでも私の家を使ってくれていいから。待って、引っ越せってこと？あなたが望むならね。それか使いたい時に使うだけでも。なんて言ったらいいか、こういうのは初めてよ。私のことを信頼してくれてるのね。じゃあ元気でね。本当にこれでおしまい？会うのはこれっきりなの？そんなに急に出ていかなくてもいいでしょ。遅らせる理由もないから。もう何日かここに残って、そしたら出発する。あなたと出会えてよかった。じゃあね。たまにはホロコールしてよ。じゃあね、ジュディ。